じゃん。どうも皆さんこんにちは。もっとスッキリ切り抜き名場面。あーちょ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 、ほんと言えないのよ。じゃん。どうも皆さんこんにちは。もっとスッキリ切り抜き名場面始まります。この動画では生放送で印象に残った出来事をスタッフとともに裏話を交えて振り返ります。今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今週も無事に終わりました。皆さんのおかげです。どうもありがとうございました。結構疲れてますね。え？結構疲れてますね。全然疲れてないですよ。本当ですか？あと2本ぐらいできますよ、スッキリ。はい。今日はゲストをお呼びしてます。嬉しい。ありがとうございます。どうぞ。失礼します。石健さん、よろしくお願いします。お願いします。ザ・ヘッドライン編集長の石田健さんです。どうしたの、そんな T シャツ。いや、まあ最近のやっぱ私服を。したらこれな。やべえ人なんだよ。日テレの偉いお偉いさんにも伝わるように。違う。これでやらせていただきます。石健さんがそれ着ると着てない僕がダメに見える。そうですね。なんで着てないのってなっちゃうから。ちょっと愛車精神が足りない。ね、石健さん言うけど、はい、今こう収録してるフロア、はい、めちゃくちゃ偉い人ばっかりいるから。そうなんですね。いやじゃあこの私服ですごい良かった。ちょっと一回りして帰ろうか。いや本当に危ないな。スッキリ。まずは石健さんの振り返りとして、はい、今週は月と金、あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみにもうスッキリは慣れましたか？そうですね。最初の1ヶ月2ヶ月はこの9時台8時台9時台がまだやれたと、はい、逆に後半のエンタメがきついと、うん、9時24分以降のね、4分以降がきついという日々が続いてたんですけど、はい、まあ、ちょっとだんだん皆さんのおかげで慣れてきて、もう今は大丈夫です。あれ、石健さんとコメンテーター始めてくださったのいつからでしたっけ？4月ですね。4月か、はい、なのでまだ4ヶ月とか。どの顔でこんな堂々と YouTube は出てるんだっていう。結構最初から森池さん喋っていただいたので。いやだってそこまず頭いい人大好きだから、石健さんすごいなと思ってて。いやいや、とんでもないです。もうなんか喋りの切り口が石川五右衛門的なスパスパ石川、まあ確かに、はい、今後そのキャッチフレーズやってきます。いや、あのクソダセーからやめた方がいいと思います。月曜日の船寿司見てて、やっぱちょっとこうあんな投げられたりするの見ると、うん、ここに行った方がいいんじゃないかな。嘘でしょ。やばい、ちょっと思ったり。あの若手芸人の皆さんが言うやつですよ。あ、本当加藤さんに投げられたら売れるって聞いたんですけどっていう。ちょっと そっちも行っちゃいます。自分の新しい顔見出していきたい。いや、あの加藤さんが石健さんぶん投げたらそれただの事故ですよ。森重さん、なんかインタビューしてましたよね。いや、なんかしてましたよね。がっつりしましたよ。地上降臨10周年おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。本当にいろんなことがありましたね。まあ、あのもちろんいいこともいっぱいありましたけど、あの大変な目にあったこともありますし、とにかくエキサイティングな10年でした。あの付き合い長いんですよね。付き合い長いっていうとあれなんですけど、それこそだからあの加藤さんがぶん投げたあの日もスタジオにいたし、うん、あの後一緒にイベントやってんですよ。へー。ナッシーのイベントの司会をやってたから、なんか、あ、久しぶりですっていう。刀コレクションとか知ってたんですか？知らない。で最近だ、ここ 4,5 年じゃない。だって一振り1000万ぐらいしました。すごかったですよね、あれ。日本刀にハマっておりまして。これ今何本ぐらいあるんですか？今ですね、刀あの本じゃなくて振りって言うんですけど、はい、50振りぐらい。50 、はい、自宅にありますね。家にあるんですか？はい、もうどれも違うんですよ。やっぱ姿も形も打ち方も、マジだ、刃文も、うん、それを一歩一歩その地域とか作者とかガチ系だね、見比べるともうすごく楽しくて。これがナッシーの部屋。ナッシーすごい、こちらのケースもすごい、ナッシーの自分で作ったやつですよ。所有している刀50振り総額3000万円だそうです。すごいな。今回オンエアには載ってなかったからどこまで行っていいか分かんないですけど、はいはいはい、フナッシーと喋ってるんですけど、ところどころビジネスマンの匂いがすごいですよ。そうですよね。すごかった。キャラクタービジネスの社長の匂いが。いやだな、知りたくなかったな。プンプンしてて。そう、最近普段何やってんですかふなっしーって言ったら、はい、なんか最近はあのグッズの打ち合わせとかしてるなっしーなって言ってて、
うちの打ち合わせって何ですかとか言ったらデザイナー会社から上がってくる、はいはい、ふなっしーのイラスト、ここちょっと目もうちょっと離した方がいいなしなっていうような一個一個そのクオリティ、グッズのクオリティの話してるから全部ご自身でやってるんですね。クオリティコントロールをしてるんですよ。すごい社長として。社長ですね。それはそう腰の調子が悪いっていう。あ、そうそうそう、ナシニア。ナシニアね。腰やっちゃった時ありましたね。腰ナシニアっていうちょっとなんかちょっといわゆるあの人間でいうとヘルニアすぐ今病名出たじゃないですかすぐ言い換えてましたからね、ヘルニアですあれもね、やっぱあえてナシニアって一回言ってヘルニアってすぐ訂正するじゃないですか、はいはいはい、やっぱ現場長いなっていう感じしました現場っていう言い方しちゃってますもんね。でも現場がやっぱり長いなるほど、うん、手だれの匂いがしましたねいやでも僕あれ VTR 見て、はい、あの結構こう観客の方で泣いてる方いらっしゃったじゃないですか。これ通しで見ると結構心にくるもありましたね。え、どういうこと。いや僕結構そのそれこそ岩田さんとかにもなんか犬見て可愛いっていう感情あるんですかみたいな言われがちの人間なんですけど結構動物には心動かされる方で、え、梨とか、うん、犬猫を見ると、うん、ちょっとあのフナッシーのいやなんかこういう思いでやっててとかやっぱこうみんなを勇気づけてるのを見ると、うん、あ、なんかやっぱすごいなみたいな、人の心動かすってすごいなって僕思ってたんですよ。全然信じてないですよね石健さんの好感度を上げるのに使われるなっていやでもだからフラッシーはちょっとそういう意味では良かったなと思ったんですけど、ちょっと今のビジネスの話でやっぱりそういう面もやっぱあるんだなと思ってちょっと、うん、はい、だから僕今ここでポロッと喋っちゃいましたけど、はい、あれ事務所 NG でカットされてたら今この下り丸カットです。そうですね、はい、僕の好感度上げようっていう作戦も全部丸カットです。そうです、はい、だから石健好感度大作戦ごとカットです、ね、はい、残念ですね。ふなっしーの事務所にかかったただ結構最近儲かってんじゃないですかって、いやもうそんなことない、ないなしって言って、どこ住んでんですかって、船橋なしって言って、お食い気味で言ってたから多分船橋に住んでないな多分もう住んでないんじゃないかな。そうですよね、はい、だって一振りね1000万のやつ買っちゃいますもんね。そうです。スッキリ今日の金曜で言うと愛さんですかね。愛さん日本代表監督、杉山愛さんがテニスの日本代表の監督に就任しました。お、すごい、素晴らしい、素晴らしいチームジャパン、女子だけではなく男子とも一緒に力を合わせながら、日本のテニス界を思いっきり盛り上げていきたいなというふうに思っています、うん、愛さんとは月曜日ショーじゃないですか、はい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 、他のコメンテーターさんとはどうなんですか、石健さん関係は。あのそれこそ多分一番最初にやっぱりこの CM 中とかに話しかけてくださったのが愛さんだったので、はい、で終わった後とかもなんか最初どうでしたかみたいなコメントが良かったですよとか言ってくださって、なのであの今日の VTR 見てすごいもうその代表監督としての顔をちょっとこう見ると、あ、なんか全然違うなって思いましたね。実際どうですか、まあ、ずっと月曜日出てくださってて金曜日来ると雰囲気違います。あのやっぱり月曜日だと皆さんが仕事始めなので、うんうん、まあ、ちょっとこう固いニュースもこう固いテンションでちょっとお伝えしてもまあいいかなっていう気持ちなんですけど、今日逆にちょっと僕のテンションだとちょっと週末に重いかなっていう気持ちもあったんですけど、まあやっぱ座るとでもまあ喋っちゃうので、うん、気をつけてます。逆にその月週始めと週終わりってテンションとか。いやいや気をつけてないですごめんなさいなんかなんかね、あのテンションというよりは、はいはいはい、あのボールを投げるとこういう軌跡を描くじゃないですか、はいはいはい、それに近くて、はいはいはい、月曜日うわって投げたボールが水曜日を越えてもうここになったらこう落ちないじゃないですか。だからここ越えたら、あ、もう慣性の法則で最後までいけるっていう安心感。あ、なるほど、はい、だから金曜日になるとこうとにかく怪我をしないようにしようっていう晩年のスポーツプレーヤーみたいな気持ちになります、ね、そういうテンションだったんですね。そう、なるほど、無事にオンエアを走り切ろうっていう、はいはいはい、感じです。でも横に座る方とか、はい、違うとやっぱりこの振られ方とかタイミングとかちょっと若干違うんだろうなっていう感覚はあったんで、今日緊張しましたね結構。まあそうですよね。なので僕緊張してる隣で慣性の法則でやられてたんだなと思って今びっくりしてます。ちょっとまずいな、なんかちょっと今違ってるないやいやいや、これあれですね、石健さん自分上げて僕のことを相対的に下げようっていう。そんなことないです。スッキリ指を合わせるじゃないですか。そしてこの指回し、
こういう感じでちょっと今マイク持ってやりにくいですけども、うん、この速さは本当に世界で一番です。大体これが普通の人の速さぐらいです。ここから速くなって、見えないでしょ。確かに。回ってる？見えない。見えないぐらい。すごい。さらにこのダブルとかもできる人いないんですよ。あ、すごいすごい。筋肉。すごいの。この速さでダブルできる人は。なかなかいないと思いますので、一応今のところ対戦した人で僕に勝った人がいないので、そういうことで自称ですけれども世界一と言わせていただきます。でも確かにそうだ。できない。まずでしょ。こうだよ。ダブル人差し指とスリーブ、これこういう感じだね。あ、ダブル全然できない。ダブル無理だわ。皆さんご覧いただき本当にありがとうございました。この動画が少しでも面白いと思ったらいいねとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。朝8時からのスッキリもどうぞよろしくお願いします。それではまたこの動画でお会いしましょう。